はい、どうも、みひろおじさんです。まあ、ちょっと体調悪いですけど、まあ、話していきましょうというところでございます。まあ、ガーシーさんがですね、NHK 党から参議院選出るというところで、話題になっております。で、まあ、個人的にはですね、まあ、言うたら全然こう、縁がない人がですね、まあ、選挙に出るということで、まあ、お騒がせかなと、お騒がせ候補かなというところなんですけども、NHK 党なんで、まあ、立花さんなんで、まあ、そんな手も使うかな、みたいな、そんな感じで、見てます。個人的には、なんていうんですかね、立花さん自体は、選挙の風穴を開けたという意味ではすごいなと思ってます。やってることは、別に賛否両論あると思うし、個人的には、なんかまあ、引っかき回すだけやんけみたいなところもあるんですけども、立花さんが、辞職したことによってですね、浜田さんっていう、東大出身、京大医学部出身の超優秀な人をですね、参議院議員として送り込んで、人多分ね、比例代表2位なんですけども、9選票しか取れてないんですよ。だから絶対に受かるはずのない超優秀な人を入れたっていう功績はあると思ってるんです。で、まあ、功罪の罪の方も結構、まあ、でかいかもしれないですけど、なんですかね、選挙ライフハックっていうんですかね、選挙ハックっていうんですか、なんかそれがすごいなっていうのがあって、で、まあ、言うたら、政治屋さんの地盤を継いだ人たちしか政治家になれないっていうところに風穴開けたっていうのはやっぱすごいと思うんですね。で、あと、まあ、選挙で、こう、儲けるっていうことにも長けてるというところで、まあ、そういう、言うたら、有名候補、まあ、有名候補で言うたらね、よその党だって、そういうタレント候補入れてますから、文句言えないと思うんですよね。で、まあ、言うたら、ちょっと飛び道具みたいな感じなんですけども、結局、ガーシーさんが、こう、言うたら、出ることによって、多分、政見放送ができるみたいなんですよね、確か。で、その政見放送、NHK の政見放送3分間かなんか撮れて、で、そこで喋った内容っていうのは、公のものなので、ずっと流れるみたいなんですよ。で、そこの枠が、結局、言うたら、立花さん曰く1000万ぐらいの価値があると、その、ところと、あと、1票あたり270円の、言うたら、政党助成金がもらえるというところなんで、多分、その関係で言ったら、6000万確か肩代わりしたんかな、借金の肩代わりもしたって言ってたから、20万票取ったら、政党助成金と、言うたら NHK の広告、の、言うたら自分の思ってる価値分は取り戻せるっていうところで、見込めるというふうに思ってると。で、仮に20万票取れなくても、1万票でも2万票でも、多分こういう話題になったことっていうのが、広告宣伝扱いっていうふうに本人が、まあ言うたら立花さん頭の中でね、考えることによって、多分その6000万以上の価値があると思ってやってはるんで、で、多分これはもう、こうやってニュースになって、なんやねんって賛否両論が起こるっていうことが、もう立花さんの思うつぼというか、波を起こすっていうのが目的なんで、そういう意味では一貫してるなというところで、まあ、立花さんも選挙屋さんやな、みたいなところで思ってます。まあ、ガーシーさんがその、参議院に本当になって、議席つくかって言われたら、それはちょっとよくわからへんけども、多分議席の2位とかに、また超優秀な人を入れるとかっていうようなやり方をしてですね。で、まあ、ガーシーさんもそんな、衆議院議員っていうか、ね、国会議員になったところで何も、やりたことないっしょっていうことで、降りてもらうことでですね、また超優秀な人を1人こう入れるっていうことができれば、それは、それでまた功績になるのかなと思ってるんで、まあ、わかんないですよ。まあ、もともとなんか候補70人ぐらい立てる言ってますけども、みんななんか、なんていうんですかね、その、一発逆転じゃないけども、なんかかましたろうみたいなやつが多いのが NHK 党なんで、まあ、そういうエンタメ党として、見る分には面白いのかなと思ってます。で、まあ、ど本命なところで超優秀な人を入れるというようなことをすることによって、多分こう、選挙まるっと、だ局地戦ではちょっと無茶苦茶して、でも、身のあるところはですね、手堅く取りに行くっていうことをしたらですね、まあ、0から1議席ぐらいで取れるかもね、っていうようなところでしょうし、まあそうじゃなくても政党助成金をもらうことで、まあ言ったら、党の運営というか、確かね、地方の議員も40人ぐらいいるんですよね、もうすでに。なんていうんですかね、地方議会の、
30人定員の29番を狙いに行くみたいな感じで、細々と入れるっていうような活動をちゃんとしてるんで、だからそれで、なんていうんですかね、きちんと、こう、成果も出しながらね、やってるっていうところは、すごいな。まあ、確かに一時期の勢いもなくなってきてるとは思うんですけども、まあ、こうやって、当初本人がメディアに出てですね、いろいろやってるっていうところを見ると、少なくとも社民党とかよりも、まあ、頑張ってるなっていうような感じはすごいしますけどね。なんか、左巻きの、そういう人たちに絡んでですね、全然人がいないところを、こう、左巻きの民放が撮影してですね、ニュース記事にしてもらうっていうようなことをしているよりも、よっぽど面白く動いてると思ってて、個人的には、何もやらへんとかよりも、いいかなと思ってます。なんていうんですかね。だからといって、僕、NHK 党に入れるわけじゃないんですけども、はい。というようなところでですね、まあ、ガーシーさんが今度立花さんの党で、挙げますというところでですね、まあ、話題作りというところなんですけども、立花さんでそういう、腹積もりがあって、ガーシーさんはガーシーさんでそれはそれで、今 YouTube バンされたりどうのこうのみたいなところもある中で、話題作りでっていうところでお互いの利害が多分一致したんでしょうねと。まあ、だって6000万肩代わりしてくれるわけですから、肩代わりって言っても、まあ、借金 の, 言うたら預け替えみたいな形なのかもしれないですけども、してくれるわけですから、どっちにも利があってですね、まあ、どっちも言うたらちょっとした何ですかね、火遊びみたいな感じでですね、楽しくやれるんじゃないかなというところでございます。まあ、ひっちゃかめっちゃかされる国民としてはたまったもんじゃないですけども、そういう腹積もりがあって、で、何ですかね、やっぱり末端政党としてはですね、やってることは面白いなとは思います。別に支持はしてませんけど、というところでございました。以上です。